ヨットゲームチャンネルへようこそ。ヨットと申します。ザ・パークスイッチ版続きやっていきます。さあ、前回のおさらいからやっていきたいんですけれども、主人公はロレインさんという女の人です。カラム君っていうね、男の子のお母さんです。で、この物語をねゆっくり見ていったら、どうやらロレイン・カラム親子がこのアトランティックアイランドパークに遊びに来て、で帰りにね、カラム君がテディベアをなくしたって言うんだよね。で、お母さんのロレインさんが事務所の方にそのテディベアが落とし物で届いてないか確認しに行った時に、この閉園になったアトランティックアイランドパークの入り口を乗り越えてね、カラム君が中に入ってしまいます。それを追いかける形でロレインさんもこの遊園地の中に入っていくというような流れです。長いエスカレーターを越えたら、急にですね、世界が変わったかのように、夜の遊園地、不気味なね、こう風景に変わってしまいまして、で、この遊園地のマスコットキャラクターがシマリスのチャドって言うんですけれども、もちろんね、生き物ではなく着ぐるみでね、中にはスタッフのスティーブさんっていうのが入っているんですけれども、どうやら数年前にアトランティックアイランドパーク事件というね、凄惨な事件が起こったみたいなんですよ。で、まあそのせいでこんなに凄んだ遊園地になってしまったのか。で、この親子とそのアトランティックアイランドパークとの関係、そういったものがですね、この遊園地のアトラクションを回るたびにですね、いろいろまあその主人公のロレインさんが思い出すような感じで、いろんな謎とかが開示されていくようなシステムということですね。はい、前回はね、2つ3つぐらいテーマーパークというか、アトラクションをね、回らせてもらったんですけれども、まあ後半というか、まあまあ初見でやってますんでね、ボリュームの方はよくわかりませんけれども、まあ進めてやっていこうということです。普段ね、夜のね、深夜の遊園地なんてね、入れないんで、僕はまあ楽しみながらね、アトラクションを回らせてもらおうと。そしてこの物語のね、核心に触れるようなね、物語をまあじっくり見ていこうと思っておりますので、お付き合い皆様よろしくお願いいたします。はい、うまく説明できたかな伝わったかな。はい、とにかくね、入り口付近までね、前回こう戻ってきたんですよね。そう、あのね、大口開いた、なんかピエロというかなんかわからへんけどね、とにかくこの口の中にね入っていこうと思ったんですけれども、とにかく暗い、とにかく暗くて入っていけないんですよ。 Too dark. I'm not going in there without a flashlight. そう、懐中電灯なしでは入れない。そう、ドキドキドキってすんねん、ドキドキってすんねん、これでね、懐中電灯っていうアイテムがどっかにあるんじゃないかと思って入り口付近まで戻ってきたんですけど、そういったアイテムがね、まあなかったんで、まあ道なりにね、どんどん進んでいこうかなと思っております。これが一応マップなんですけれどもね、まあアトラクションを巡って、まあ、謎を解いていくというかね、まあイベントが発生しそうなんで、次のアトラクションね、行ってみましょう。この遊園地って普通の遊園地とは違ってですね、本当に大自然の中にねあるんですよ。この自然とマッチさせて、まあ、アトラクションとかをね、まあ、作ってやるっていうようなコンセプトの、まあ、遊園地らしくてね。あ、そういや、このそうこの車にクマが乗ってるんですよ。ほら、クマがカラム君のテディベアって言ってたこれじゃないの。Where'd you go? ん？たまにね、こう、なんか呼びかけると、そう、なんか小声でね、カラム君が、なんか話しかけてくれたり、まあ、鼻歌歌ったりとか、まあ、近くで聞こえたり、遠くで聞こえたりするんですよね。で、これが何かよくわからないんだよね。これいいの？カラム、これ違う？これ。道しるべをたどって、道しるべって何？とにかくこれではないのかな。まあとにかく次のアトラクション行ってみましょう。
はいはい、やってまいりました。バンパーカーズって書いてあるのかな、この奥のアトラクションなんですけど、まあカーズだからなんかゴーカートのような、そういったものだと思うんですけど、前回ねここ入る前にちょっと戻ったんですよね。だからこっから先は、僕初見なんですよ。ほらゴーカートみたいなのあるでしょ。これおお。Come back。その道しるべっていうのが何か分からへんね。ああなんだ。機械を調べる。あ、久々のイベント。あれお母さんやな、主人公ですよね、ロレインさんですよね。え、なんか改造人間にでもされたような何なのこれは。ロレインさんの記憶なのかどうなのか。これ乗れんの、乗るとか出てくる。で B ボタンでカラム、Where did you go? っていう風にカラム君を呼べるんですよ。何かある場所はですね、なんかちょっと次元が歪むようなグニャグニャってなるんですよね。カラム、Stay where you are. This way, mommy. ちょっと事務所見てみる。あ、何もないわ。入れるけど。Callum, come back here right now. Catch me, mommy. なんかこのゴーカートというにはちょっとなんていうの、コースも何もあんまないぞ。Where'd you go? ほらほらほら、ちょっとこの次元みたいに歪むでしょ、グニャグニャって。そこに何かがあるんですよ。事故報告書を調べる。事故報告書。事故報告書。従業員フランシス・デュフレーヌ。事故または事件の発生日時1976年10月25日。役職および部署クレーン担当作業員。責任者または主任リチャード、ステープルトン。目撃者ローレンス・クリード、マイケル・エッジワークス。事故または事件の概要。バンパーカー用の車をアリーナに輸送中、トラックの積み荷を固定していたベルトが緩み、流れ落ちた車がドライバーの誘導を行っていたフランシスの上に落下した。フランシスは車の、重量により押しつぶされた。傷病の程度、フランシスが死亡。怪我をした従業員は医師の診察を受けましたか。はい、いいえ。これ多分はいにチェックついてるよね。はいの場合、従業員の、労働者、労害保障申請書を提出しましたか。はい、いいえ、はい。責任者記述庫、デクスタードライバーは、誰かが積み荷の後ろでベルトをほどくのを見たと主張している。他にその人物の目撃情報はなし。警察はデクスターに尿アンプルの提出を要求している。今後の対策、積載後のベルト再確認を義務付け、全ドライバーの薬物検査を実施。危険な状況は、改善されましたか。はい、いいえ、いいえ。経営者または監督者の著書、著名、判読できない。なんかよくわからない名前ってこと。1976年10月25日、尾行。地元の作業員たちは迷信を強く信じているが、これにより事態は悪化した。一部の作業員は仕事の再開を拒否し、地元協会の誰かがパークを歩いて悪霊を退治することを要求している。はい、ということらしくて、まあこの遊園地にまつわる事件は、このアトランティックアイランドパーク事件だけではなく、こういった事故とかもね起こっていると。で、なんかの話にあったよね、この土地は呪われているからこういうテーマパークとかせん方がええよとかね。ほんで、まあ何か起こったらほらやっぱりね、悪霊のせいだとか、なんかそういう風なことを地元の人たちは言うんだよね。呪われた土地というか、
そんな感じみたいです。おお、何？おお、なんか来た。おお、暴走暴走。うわ。乗ってたんカラムやったらもう大怪我やで。あ、何何、赤ちゃんの声みたいなした。 Stay where you are。 え、マジでカラムなの？ Callum, where did you go? うわぁ、赤ちゃんの声がする。まあでも確実に誘われてるよな、こっち行けって感じ。観覧車方面でしょうか。まあ夜の遊園地って。Matter of public record that I am a failure as a mother.Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. Didn't like what I saw in his eyes. Judgment. 子供の置き去り。 He wrote me the ticket without saying a word, just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she...Just get some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, Yes, Sheriff. うん、さっきのね、ゴーカート乗り場みたいなんで、まあ、こう拷問されてるというか、そういったシーンがありましたよね。あれはなんか警察に取り調べされてるっていう記憶がまさに拷問だったっていうのが、まあ抽象的にというか表された映像だったんでしょうかね。でっかいな観覧車。観覧車どうかな、遊園地に来たらとりあえず観覧車乗りません？観覧車、観覧車でまあその遊園地内を一望できるし、まあゆっくりできるじゃないですか。まあ、ジェットコースターだったりお化け屋敷だったりいろんなアトラクションがあるけど、この観覧車ってちょっと休憩するような感覚で乗りません？ちょっと間に挟むと。でも僕最後に行った遊園地ってどこかな、それこそ USJ かもね。二十歳そこそこぐらいの時に行ったやつ、 USJ が最後かもしれない。あんまりねその遊園地とか僕、まあ、好きか嫌いかって言われたら、まあ、どっちでもないんやけど、あんま行かないんだよね。 Stay where you are。お、なにこれ、メモ。何々は建設業者が無能なばかりにどんどん遅れている。問題は彼らが地元住民であるということだ。彼らはヘンダーソン老人がかつてこの地で行ったことにまつわる数々の噂を信じている。そういった物語を聞いてしまったからだ。ボルトが緩んだりレンチがなくなったりするたびに、あの愚か者たちは黒魔術を恐れて十字を切るのだ。もちろんそれが他ではなくこの場所を私が選んだ理由だ。ソロモン島は闇のエネルギーの中核であり、その全ての力の思想が、まさにここの地下で称賛しているのだ。考えると鳥肌が立つ。私はブルックリンにいた頃に貸しのあった人物のつてで地元の学院で働く者を紹介させ、地元の歴史に関する興味深い本がないか調べさせた。見つかった本からヘンダーソン老人とブルックリンの人々の間に強いつながりがあったことが判明した。彼の書き残した何かが抜けている計画を埋める助けになるかもしれない。ああやっぱりなんか黒魔術とかなんかそういうなんかたたりとかね、そういうのに地元の人は囚われているっていう感じですね。だからそれを信じてるからこそ、そのこの
アトランティックアイランドパークのね、オープンに向けての工事がなかなか進まないっていう、そういう経営者側のなんかこうメモですよね。やたら経営者側のそういう情報とかが出てくるんですけど、このロレインさんとカラム君とこの遊園地の経営者側と何か関係があるのかっていうのまだ分かってないんですよ。赤ちゃんの泣き声聞こえんの？乗り場はこっちか。あ、またマップがあるね。あ、一番入り口がね、この下のところなんで一番北側になりますね、これが。うわー、でかいな。乗るか。そういや、ゴーカートも乗らへんだけどね勝手に走ってたけど乗れなかったな、ゴーカート。スワンボートとあとなんかタコみたいなやつ、あれは乗ったんですけどね。乗れるかな。 Where are you, Callum? ああ、なんか2つ反応チャドいるやん、あの薄っぺらいバージョン。ああ、またこれか。止めないと乗れないよってやつが、速度を下げて止めて、一旦止めて、もっとか、よいしょ、止めろ。あ、止まった。オッケー、あのチャド君いい？乗って。あ、観覧車に乗るオッケー、観覧車に乗りましょう。でも観覧車って一回乗ったらまあそうですね、15分20分ぐらいは乗ってるんじゃない？ゆっくり回っていくからさ。いや、ちょっと待って、ドア閉めてよいや、危ないやろ普通に。これ People come into your life for a reason. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there.Watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed, but I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, he died.According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. はあ、なんとなくちょっとずつね、この親子とこの遊園地との関係が分かってきましたね。どうやらロレインさんは昔この遊園地で働いていたのかな。でドンっていうのが、まあ、旦那さん、ナンパされて、で付き合いだ。お、何何、なんかいる。なんかおったよね。なんか操作してくれてたよね。で止めてくれたよね、僕が降りるからそのドンっていうのがこのロレインさんの旦那で、まあ、カラム君の、まあ、父親で、作業員をしていて、でこの観覧車の整備をしている時に一番てっぺんでなんか安全ベルトみたいなものが外れてしまって落ちて亡くなったって言ってたよね。
こんな散らかってた？さっき。いやもういい。だから関係者だったのか。このロレインさんも。ああ、だからこのまあ家族というか親子もこの呪われた遊園地にまあ縛られているというようなそんな感じなんでしょうかね。ほう？なんやこれ。あ、観覧車の乗る部分がほら あそこ一つ外れてるよね。あれが外れてこう転がってきたんちゃう。Tell mommy where you are。 なんか反応してるわ。あ、なんか人形、え、人形があるよ。コースターのチケットを取る。コースターのチケット。あ、あ、うわ、ちょっと待って。絶対動くやん。この人形絶対動きますやん。取った瞬間動くよ。行くよ。いや、そっちかい。うわ。全然動かん。全然動かへん。あ、やばいやばい。ちょっとドキドキやめて、ドキドキやめて。Stop hiding, Callum. あいつが見てる。ドイツ。A lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk. Their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people. You give up 9 months of your life carrying them. You traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping up piss, feeding them. Little life-sucking monsters who take and take and take until... We all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything! It served the little fuck right if I just abandon him. まあ旦那さんが、まあ、亡くなったんで、まあ、結局シングルマザーになったロレインさんは、まあ、子育てに疲れてしまって、まあ、産後うつみたいなそういう状態になっていたということなんでしょうかね。まあかなりその子育てに悩んでいたような愚痴みたいなのを今言ってましたよね。Callum! Callum! 触っちゃダメ。何？何を？あ、ジェットコースターかな。Don't be afraid. Don't do it, mommy. だいたいいろんな遊園地で、まあそこの遊園地の目玉になるものって基本的には絶叫マシンじゃないですか。基本的には絶叫マシンですよ、ね。アトランティックアイランドパークの一番の売りのところに来たんちゃう。Callum, where did you go? そう、これ何回かこう頻繁に呼びかけた方がいいのよね。Stay where you are. あ、あの奥で反応したな。Stay where you are. これ入れんのかな。一回ちょっと、マップを見よう。マップ一番右側ですね。これローラーコースター、ローラーコースターやからやっぱりジェットコースターですよね。マミー is coming, Callum! やっぱ上の方で反応してる。 I always wanted to ride this one. Never got around to do it before. あ、これには乗ったことないんだ。暗いな。
ちょっと行きましょうか。じゃあめっちゃ暗いねって。めっちゃ、あ、めっちゃ暗いけど、これ乗れんのかな。ちょっと待って、ちょっと心の準備と録画を切り替えます。あ、はい、お待たせしました。今回はね、本当に深くこの物語を知るためにね、まあじっくりこの、まあ、アトランティックアイランドパークをね、まあ、観光している形になっておりまして、あんまり寄り道したりボケたりしてないよね、うん、ちょっと低評価が多かったから真面目にやってるわけじゃないよ、うん、はい、コースターに乗りましょう。What do you want? 楽しみやな。We need to talk about Callum. What do you mean? What have you done to him? I? That's insane. 誰喋ってんの? You and your boy are everything that this place doesn't want. The antithesis of what we stand for. Where is Callum? The poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Tell me where my son is. The witch has him now. Has both of you. No happy ending here, I'm afraid. Just leave me alone. Fool. You always were. わあ、来るぞ、来るぞ。来た。え、何何何、めっちゃコントローラー震える、めっちゃコントローラー震える。何なんか建物の中、うわ、病院か何かかな。ジェットコースター自体は僕得意なんで、やっ、うわー、エキサイティング。止めて。ジェットコースター自体は基本的にそのレールを見てたら進行方向が分かるから別に怖くはないんですけど、あんな何病院の扉という扉を突き破っていくっていう風なホスピタルコースターだと僕思わなかったから。 This isn't a game, Callum. なんか調べれるんちゃう、ここ。ちょっと待って、中入れる。やった、計算と調整はうまくいった。転送装置も貯蔵機構も完璧に作動しているようだ。なんと素晴らしい日だ。自分が何の手助けをしているのか人々が知ってしまったら、もし一日の終わりにパークを不機嫌な気持ちで去る人がいたなら、子供たちがジェットコースターを楽しめずに怖がってしまったら、これは不死への入り口かもしれない。そしてその入り口は鍵を見つけようという意思を持った人間のみに開いているのだ。はい、まあとにかくこのジェットコースターを作ろうとして、まあ調整がうまくいったとかそういうことなんでしょうかね。ちょっとなんか哲学的なことも言うてるような気もするし、まあ一番最初に言いましたけど、これがこのテーマパークの一番の売りなんじゃないんですか、多分ね。Callum? Callum? ほんでさっきコースター乗った時に話しかけてきたやつって一体何なんだろうね。旦那さんなのかな、男の声でした。 Callum, where are you? おお、なんかあるぞ。I'm not playing anymore, Callum. あ、懐中電灯。The witch awaits.
魔女が待ってる。I can help you, Callum. Don't let him take me. あ、連れてかないでとか言ってるね。ま、魔女がどうとか言ってたもんな。え、ちょっと待って。懐中電灯を手に入れたから、一番最初のなんか顔の中に入っていけるんじゃないの？ちょっと待って、こう、迷路みたい。迷路みたいになってどっから来たか分からへんくなってもうた。こっちか。こっちや、こっちや。要はなんかぐるっと Callum has bruises on his arms. 回ってきた感じするよ。Finger marks. Someone has been hurting him. I've asked him. 誰かがカラムを傷つけた。Demanded really to know where he got the marks, but he doesn't want to answer me. Something has scared him into silence. He doesn't dare talk. He's been changing too. Something sinister lurks in the darkness behind his eyes. I catch him staring at me at odd moments. In the night.He tosses and turns and cries out words that I cannot understand. When I try to soothe him, he snaps and bites at my fingers. I think he wants to talk to me. I think he wants to tell me. But they are watching him every minute of every day. They are whispering to him in his sleep, changing him. They are taking my baby away from me. I can save him. And there will be pain.But I love him, and in the end, he will understand why. うん。とにかくぐるっと一周してきたって感じですよね。最後、ここのなんかサイドショーアリーかな、なんかいうところに戻っていくんだと思います。で、誰かがカラム君を連れ去って。何かをしようとしているとお母さんは言ってますが、もうでも確信に触れそうな感じですよね。いいんかな、このまま行っていいのか。懐中電灯とそしてチケットをゲットしたんはあのコースターのチケットだっけ。ここ登れるよ。登れへんのか。登れへんわ。こっちじゃないか。なんかもう最後な気がするな。アトラクションほぼ行ったんじゃない。まあ結構安価なゲームなのでボリュームはそんなにないんじゃないかと思ってるんですけど。え、ここ何？あ、そうだ。サイドショーってなってるから。あ、お店屋さんとかかな。Come back! Keep them away from me. 追い払って？何？もっと詳しく言ってからも。The whole town was shocked by that one. Never found out who did it. 綿菓子死体が来場者に残した苦い後味。ハウ・ローレル。昨日の夜、アトランティック・アイランド・パークの来場者が、綿菓子店の裏でバラバラ死体を発見し、ショックと恐怖に怯える騒ぎとなった。地元警察によると、まだ死亡者の身元は確認できていないが、発見された遺体は子供のものだと思われるとのことだ。遺体は、インスマウス学院の生徒グループによって発見された。店の裏のちょうど見えないところで、2羽のカラスが何かを取り合っていることに気がついたそうだ。アトランティック・アイランド・パーク経営者のナサニエル・ウィンター氏は、以下の声明を発表した。特に幸せと喜びをもたらすことを目的としている場所で、このような事件が起こることは大変遺憾です。アトランティック・アイランド・パークは、スタッフ一同、被害者のご家族やご友人の皆様に哀悼の意を表するとともに、関係当局と全面的に協力し、事件の解決に向けて取り組んでまいります。ソロモン・クロニクルは、毎日この事件の続報をお届けする。はい。とにかく事件が相次いでますよね。この遊園地。うわあ、ちょっと待って。これなんかテディベアあるよ。何屋さんかようわからんけど、これ。気持ち悪いな。I'm not playing anymore, Callum. Don't let the witch put me in the oven. 魔女にかまどに入れられちゃう。あ、これスワンボートに乗った時の。あの
ヘンゼルとグレーテルのお話のことを言ってるんかな。ちょっと綿菓子屋さんってどこやろ。 This isn't a game, Callum! 綿菓子屋さんの裏でバラバラ死体がどうとか言ってるよな。いや怖いねん、怖いねん、これこのピエロ怖いやろ。これサムネイルかな、これこれサムネイルかな。いやもっといいのあるでしょ、もっといいのあるよ。 I can help you, Callum. 綿菓子屋さん、どれ、綿菓子って英語でなんて言うんやろ。なんとかキャンディーよな。綿って英語でなんて言うんやろ。なになに、これこれ怪しくない。あ、これ綿菓子ちゃう。パンくずをたどって、コットンキャンディーなんだ綿菓子って。キャロン、ちょっと待って、鳥肌立ってきた。キャロン、ここの裏で、I'm not playing anymore, Callum. バラバラ死体がどうとかって言ってたよな。あの裏。Keep them away from me. あ、その裏が先ほど、ここか。ここがまさに裏なのか。とにかくこの辺でなんかバラバラ死体を発見したって言ってたよね。多分一番最初の、あの大きい顔があったところに戻っていくと思うんですけど、あっ巨大コジコジ、ここや、これ開かへん、ここ、あセーブした、えセーブしたぞ今一瞬。ここ抜けれませんか。I can help you, Callum. いや近づいたら、門に近づいたらセーブすんの門に近づいたらセーブするんやけど、こう行けへんのよな。 Come back! うわ見つけた、うわ見つけた、ここや、ここです。このコットンキャンディー、綿菓子屋のちょっと見えないところでバラバラ死体があったって言ってたん、ここや。 This isn't a game, Callum. Don't let him take me. うわ嫌やな、怖いな怖いな。あなんか倒れてるぞ、カラムか。死体を調べる、うわ最悪。 Poor bastard. Who did this to him? 動くんちゃう、動くんちゃう。え、何したらいいの。なんか目チカチカするから、目がチカチカするから。これ奥になんかピエロみたいなのいるよ。それだけ？うわ絶対そうや。うわジャド、あやば、今日一びっくりした、あやばいやばい、うわこれ通れるようになったんちゃう。多分あのイベントがフラグで多分ここ通れるようになるんちゃう。うわーびっくりした、いや通れへんのかい。はいはい、先ほどのちょっとこの四方を囲まれた
このスペースに、なんかね、こういう台みたいなのあったよね。そこに、なんか薬が置いてあって、薬を飲むっていうのが出たんですよね。These are mine. 私の薬。うわどこ？急にスラム街みたいなところにやってきましたよ。やばい薬ちゃうの？え？じゃ英語わからんからさ、何が書いてあるかよくわからへんのよね。出れるこれ？うん。え？椅子浮いてない？椅子じゃない、これ手術台ちゃう？うーわ最悪。なんかいる。 Don't leave me here, Callum. 何？お、やばい。後ろを向いて、うわ絶対嫌や、絶対嫌やけど、ゲーム実況者を後ろを向かないといけない。なんもおらへん、なんもおらへん、なんもおらへんやんけお前。ほら、あえて、どういうこと？通らしてくれへんってこと？ああ敵ですね。お、聞いてくれよチャド、こいつが通してくんねえんだよ。チャド、チャド、チャド、これサムネイルか、これがサムネイルかもな、これがサムネイルになり得るかもしれない。ぐにゃぐにゃチャド。はい、とにかくこいつが通してくれないんで、なんか迂回せんとあかんと思うんだよね。さっき死体を見つけたのはここなんですよ。うわいらんな、もうなんもないわ。でも急に出てくるとかやめてね、脅かす系。 Don't leave me here, Cal. 浮いてんのよな、こういうボックスとかさ。あ、なにこれ、すごいね。テディベアが組み立て体操してるぞ。競技組み立て体操ってないらしいね。僕たちそうですね、中学校の頃は組み立て体操ってあったんですよ。運動会で。競技やっぱ怪我したりとかするから、組み立て体操はないのかな？これいいの？崩しちゃって。いいの？突っ込んだら崩れるんちゃう？せっかく組み立て体操してるの。でもね、組み立て体操のピラミッドって最終的にこの形になって、先生がピーピーっていうね、ホイッスル吹いたら最後グシャーって潰れないとあかんからね。それや、行くぞ、気をつけ、ピーピーうん、ごめん、何のリアクションもできへんだわ。あ、これでもしかしてあの当選簿のやつの裏側に出てきたんじゃん。 OKOKOK、 うわリストカット、どうやら薬の効果が切れて正気に戻ったみたいですね。このゲームかなりサイコパスだぜ。 The park is a collage of contradictions all of its own.
Millions of people die every year in car crashes, and the park has little cars designed specifically to simulate that action. Hear the children scream with joy. In the sideshow alley, you can walk away with 15 cents worth of mass-produced Chinese teddy bears while a grinning carny pockets your hard-earned $5. And what secrets lie beneath the sullen waters of the lake? The tears of jilted lovers, the soiled condoms of illicit affairs, the clotted blood of the lonely suicide. And the face of the witch looms over it all. I've always despised her toothy grin and warty nose. I hate that sparkle in her weathered, watchful eyes. I think Callum is waiting for me. Inside. ああ、もうなんかかなり核心に触れてるような感じしますよね。とにかく自分の過去とこの遊園地で起こった事件とか、まあそういったものが複雑に絡み合ってるような感じですよね。ワロテンのお前だけやこじこじ。 I can help you, Callum. Mommy, I'm scared. さあ懐中電灯をねゲットしたんで、あそこに入れると思うんですよ。そしてこれピエロではなく、おそらくさっきからねワードが出てきましたよね。魔女魔女と、魔女なんですよここ。ハウスオブホラーズ、お化け屋敷や。はい、ということで突然タイトル画面に戻ってまいりました。そうです、完全に後撮りのエンディングでございます。はい、当初ですね、前編後編と2部構成でねこの動画を作り出したんですけれども、久々のね収録編集型ということもあってね、尺の方がバカみたいに長くなっちゃったのでね、急遽、3部構成とね動画を作り変えている最中でございます。さてさて、ロレインはですね、これからお化け屋敷の中へとね入っていくことになります。そしてその先で衝撃の真実を目の当たりにすることになります。次回最終回です。よろしければチャンネル登録、面白ければ高評価よろしくお願いいたします。そしてよろしければ次回の動画もぜひご覧くださいませ。ありがとうございました。ヨットでした。